はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。党員投票先や世論調査でいつも1位の石破は本番4連敗中、総裁選4連敗、次は5連敗確実の異常な存在であります。本人もですね、マスコミの調査いつもおかしいよな、俺総理になれないよなって思わないバカなんだろうか。まあバカなんだろうなぁ。なので実質1位の高市さん、支持者の地方議員ですね、靖国神社参拝を総理として実現しますと文書で公約しておりました。候補者の中で唯一ですね、小林さんもそれは言ってない、焦った TBS、 これを早速報道しておりたんですけれども、いつも思うんですけど、何々大臣が参拝したとか、総理が寄付したとか、そういうのいちいち報道する日本のマスゴミ異常だよなって思うんですけどね。そんなのどうでもいいじゃねえか、誰がどの神社に行こうがさって思うんですけどね。世論です。素晴らしい、時代が変わったことを感じますね。石破もこのぐらい言えば入閣ぐらいあるかもしれないのにね。スパイ防止法の制定もよろしくお願いします。自民党内コビ中議員の票が減りそう。まあ河野太郎なんかコビ中だね。神社が行っちゃダメなんて場所、なんてありえない。汚れた地を併合してしまった大失敗を忘れないためにも、高市総理が適任と、火種と思っていること自体が中共による洗脳。文句言ってるのは世界中で中間来たろだけ。ロシアも言ってた。安倍さんはオバナマのクソに壮大に裏切られたからな。なんか文句言ってきたんだよね、あのアメリカ政府がね。いかんだなんだのつってね。あったな、そういうこと。掲示板では発狂外国人が盛大に頭湧いてました。日本市民として韓日関係を考える、お前日本人じゃねえだろ、日韓関係ってか、あと日本市民って何どういうこと。でも日本は韓国にひどいことしたよね、これもこんな国家構想不要、在日の方を手厚く保障せよ。何言ってんのこのバカ野郎と思う。なんで日本語使ってんのお前らは。日本の掲示板に何書き込んでんだって話。そんなことしても嫌われるだけで、自分の待遇なんてむしろ嫌われて悪くなっていくのにね。バカだよな。こういうバカ外国人が発狂する効果があるだけでも、あの高橋さんよく言ったっていうか文書にしましたよね。戦争を避けることと戦争で亡くなった軍人を悼むことは全くの別なんですけどね。外国の意向を受けたパヨ界隈が今まで大騒ぎしてたけどさ、戦後79年も経ってるので効果は薄れてきたって実感あるでしょ。本当はあの内心焦ってんでしょ。戦争責任がみたいな、そんなの知らねえよバカって、あの特に若い人ね、生まれてねえし80年前のことだし、もうはるか昔のこと、いまだに101年前の関東大震災の、なんですか、朝鮮人、被害に遭ったとか騒いでるけど、もうそんな昔の知らねえよ。若者がね言われるだけ、あれですよ、うるせえわってなるよね。国会の一角にですね、靖国の文書作って毎日頭下げてれば、中国、韓国、北朝鮮も、在日外国人とその仲間たちも何も言わなくなるんじゃないですかね。あいつら嫌がらせとして、嫌がらせ目的として騒いでんだから、その効果ないってなれば、まあやめるでしょうって思いましたけれども、いまだに安倍がやってるバカどもだから、生きてる間はやめない可能性もありますね。本当はあの洗脳って死ぬまで解けないらしいですよ。その洗脳するまでに、費やした時間と労力を上回る時間と労力で上書き洗脳をしない限り、一回受けた洗脳って解けないらしいであります。14日高市さん、金融緩和は我慢して続けるべき、低金利を続けるべき、日銀の利上げを牽制しておりました。どうやら高市さんは金利を上げるほどのインフレでないって判断している模様でありますね。金利決めるのは物価ですからね。物価が上がりすぎたら金利を上げて、貯金しなさいよ、ほれほれって金使ってばっかりない、っていうようなことをやるんですけれども、庶民が食品買えないってレベルではないですよね。まあ高い上がってるのは確かですけど、
生活保護の人が餓死したって話も聞いたことないしね、そんなのあったらテレビ大喜びで、大報道すんじゃねえ、自民がって、言いたくてね。小林孝之、石破候補は先月原発ゼロに近づける、今月原発ゼロ実現は考えていないと述べた。結局原発比率を下げるお考えか。そうであるなら激増する電力需要に対しどう安価安定の供給を確保するのか、石破茂、311の教訓、再エネ、省エネの力を引き出す、質問に全然答えてないと話題になっておりました。世論です。イラッとしました。面白いこれ、結局脱原発したいのかそうでないのかわからん、ゆっくり何か言ってるだけで中身ゼロ、話長くてそれっぽく話すけど具体性が皆無、粘着優柔不断の石破さん。石破さんってネチネチと長く説明するけど大体何の答えにもなってないのよね。石破、って何々も忘れてはならない、何々も考えなくてはならないしか言わねえ。石破はまず原理原則論言って相手の反論を抑えにかかりますが、その具体策については引き続き検討すべきと逃げて絶対述べません。問い、先月は原発ゼロに近づける、今月は原発ゼロは目指さないと言ってたがどっちなんだ、再エネ省エネの力を引き出す、なんで結局はまあ脱原発なんでしょうねこいつもね。その場合の電力安定供給はどうするんだって質問には全然答えてないですけどね。電力は大事だよねって当たり前の話をですね、小一時間ねちょ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 話さないだけ石破にしては簡潔な答弁と言えるんではないでしょうか。いつも議論を重ねることが重要とか言って具体的なこと何も言わずに逃亡するのが石破構文なんですけどね。絶対に質問に答えない石破2、小林孝之、女系天皇を容認するのか。石破茂、いかにして天皇制を守っていくか常に考えていかなければならない。女系を容認しないと受け止めていいか。大事なのはいかにして国民統合の象徴の個室をお守りしていくかということ。ここでも全く質問答えてないですね。結局どっちなんだ。こいつが嫌われるのも納得。天皇制なんて左翼用語使ってる時点でアウト。存在しない制度作ってんじゃねえよ。ヘドが出ます、いつものゲームのパターン。イエスかノーで答えられる質問なのにね、どうでもいい内容をゆっくり言う人、まあ今までずっとこういうやつやったな。カマラ・ハリスもこの論法使ってるよね。さっきと同じ感想しかないですけど、こいつは鳥取知事の息子手取りで角栄さんにですね、お前立候補しろって言われてお膳立てしもって当選しただけのやつでして、国会議員の息子じゃないけど知事親しか取り柄がないやつであります。まあ世襲は世襲ですよ。しかもですね、立候補前は木曜クラブ、これは田中派なんですけど、事務局に勤務してお給料をもらって養ってもらっておきながら中曽根派から立候補するっていう恩知らず一体何があったんだ、一体何があったんだと、こいつに誰がですね、恩や義理って大事だよねって長時間説教してやってほしいですね。小池晃書記局長、この日本共産党との共闘なしに政治は変わらない。力を合わせってこと、本当に国民が希望する新しい政治を作ることができる。ようやくなんですけど、立憲が逃げ寄ったって逃がさへんでというようなことを言葉を変えて言っておりました。世論です。脅してきたか。日本が憎くて憎くてたまらない日本共産党、もう全選挙区に候補者擁立する体力ないしね。政治が悪い方に変わらんか。日本人にとって良い方向にとは言ってない。ビラ配りの高齢者の目が死んでる共産党という党名に嫌悪感しかない。帰省中は帰省できないと死ぬもんな。共産党拡散部のおじいちゃんたちがですね、ツイッターで自民党は狂ってる、トレンド工作してるみたいであります。自己紹介お疲れ様としか、言いようがないですね。共闘なしに政治は変わらない。変える必要ある？今ね、世界からそこそこ羨ましがられるぐらいにはそこそこ安定した社会築けてますけどね、日本人はね。本当に国民が希望する新しい政治、どこの国民って言ってないですね。人民のことかもしれないですね。人民なら人民ってそう言ってくれないと、日本人のことって勘違いするんじゃないですか。やだー、意図的に勘違い誘ってるんですけどねこれ。左翼の武器は嘘とデマというですね、これです。蓮舫演壇
駅前で複数回見ましたけれども、数人のね、あのおじいちゃんおばあちゃんが熱心に受け取ってもらえないビラ配り、暑いさなかよくやるな、熱中症とか大丈夫なのかな、心配してましたけれども、目が死んでる、洗脳されて思考停止した目、ですね、それね、オウム信者によくいた目ですね、それも知ってます。今日の単身、私立大学の定員割れが354校に上り、過去最多、59.2% が定員割れってことは、定員満たした大学が4割しかないってことなのか、半分ないんだ。原因はたった一つ、子供少なすぎ、学校多すぎ。文科省が甘かれ大理石としてですね、補助金で学校を量産してましたんね。私は自由競争の資本主義者なので、公平な自由な競争を是よしとする、資本主義者なんで、人気のないラーメン店は潰れて他の店に場所譲れとはばからず言うタイプであります。高くてまずいラーメン屋がですね、補助金だのなんだので、いつまでも存在するのは、営業してるのはその町にとっての不幸であります。なので人気がない大学は潰れろと、こういうしかないな。それだと天下りが減る先が減るって、そんなの知らねえよって話だよね。兵庫県庁に寄せられた斉藤元彦知事への苦情が累計5000件到達、毎日電話対応に忙殺され、他の部署からの応援もお願いしている状況、職員はとても疲弊している、災害クラスだそうであります。職員さんに知事の文句言うのは筋違いって思いますんで、まあ控えてあげてください。いくら電話しても知事は辞めないですからね。全米のテレビ関係者2万5000人の投票で決めるエミー賞っていう賞があんだって、真田広之、浅野忠信主演の将軍が14部門で受賞したそうであります。もうぶっちぎりだって、こういう大予算の時代劇、もう日本のダメテレビには作れないんでしょうね。映画並みだもんな。桜吹雪を忘れたか、お前は遊び人の金庫を、世の顔を忘れたか、あなたは上様、普通途中で気づくだろう声で。私コミケの会場で売り子さんに、あ、靴田さんですね、マスクしてたのに何で分かったの、声で分かったって言われたことありますよ。上様でも構わん、切り捨ていい、部下、やだよ武家の棟梁じゃんってならないのか、むしろですね、部下がですね、上様に逆らう不埒者っつって後ろからズバッてやっちゃわないのかっていう話なんですよね。命令したやつ切腹を取り潰しだろうけど、実際にね、刀で上様に切りかかった部下たちは失業ぐらいで済んじゃうのかっていう話。水戸黄門も暴れん坊将軍も長七郎も、最後は結局権力を重ね暴力で事件を解決してないか。昔の時代劇にはいろいろな疑問がありますね。水戸黄門はバラす前に戦って印籠でバラして、控えってやるんですけど、そんなんだったら最初から印籠見して水戸光圀であるっつって、お前これこれやめろこうせえって言った方が平和に解決できるんじゃないか。あとですね、部下たちは何の迷いもなく上様に切りかかるけど、お前自分のしたこと分かってんのかっていう話。まあそれでなければ上様の出番ないんですけどね。上様に逆らう不埒者成敗っつって部下が割りえつ切り殺しちゃうと、これまた上様の出番なくなっちゃうんですけどね。まあご都合主義っていうんですか。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。